はようございます、幸子です。今回はプラントベースの1日の食事を記録しました。私が家での食事をプラントベースに変えてから4年くらい経つかなと思います。プラントベースを始めるきっかけというのは人それぞれ違うかなと思います。例えば畜産業による温暖化を止めたい、動物福祉が気になる、健康が気になる、きっかけが何であれプラントベースを実践する人が増えるのはとても嬉しいことです。菜食にはまだチャレンジしたことがないという方もいらっしゃるかもしれません。一からレシピを研究しないといけないかなとか、お肉がない分何食べたらいいのとか、いろいろ思うかもしれません。私の1日のプラントベースの食事を見ていただいて、あ、こんなもんでいいのかというふうに肩の力を抜いていただけたらなと思います。1日の始まり、朝食はメニューが完全に固定です。朝寝ぼけていても完全自動運転で朝食の準備ができるというのと、もう一つメリットがあります。それはプラントベースが継続しやすいということです。我が家と同じように朝食はワンパターンという方は多いのではないでしょうか。その朝食のメニューをプラントベース化しておくと、何も考えず一日の始まりがプラントベースの食事から始められるということになります。我が家のメニューは豆乳オレ、手作りのパン、そして何かしら季節の果物です。動画でもご紹介したことがあるこの手作りパンですが、最近美味しい焼き方を開発しましたというほどのことではないんですが、イングリッシュマフィンのようにフォークで一周ぐるっと切り込みを入れて、そこから手でパカッと割ります。そうすると包丁で切るより切り口がギザギザした感じになるんですが、これがトーストするといい味を出すんです。秋ですね、ということで今朝の果物は梨です。はい、このあたりから夫が参加してきます。メニューが固定なので特に声をかけなくてもお互い何かしら準備して朝食が整うという感じになっています。梨の皮も冷凍保存しています。リンゴと同じように梨ビネガーを作りたいなと思って貯めています。準備整いました。はい、いただきます。パンに塗るものはいろいろなんですが、ビーガンスプレッド、ピーナッツバター、自家製のママレードが今日の食卓には出てきました。これです、この断面美味しそうでしょう。本日の私のチョイス、一つはビーガンスプレッド、もう一つにはピーナッツバターと、その上からママレードを乗せました、はい、ピーナッツバターとジャムの組み合わせが本当に好きなんです。テトラパックの開け方を教えてほしいというリクエストがありましたので、フルバージョンでご覧いただきたいと思います。キッチンバサミを使って開けていきます。私が住んでいるところはキャップの部分はプラゴミになるので、ささっとすすいでおきます。穴から切れ込みを入れて手で開いていきます。で、この紙のつなぎ目のところ、
線の横をハサミで切っていきます。そしたらそこの部分をまた手で開いて、あとはささっとすすいで乾かして回収ボックスに入れます。ここでこの動画のスポンサーをご紹介します。エシカルフード。エシカルフードは食生活が地球環境を守るをテーマに、肉食を控える食生活、ミートレスダイエットという新しいライフスタイル、価値観を提唱しています。エシカルフードは食物繊維が豊富なこんにゃくとタンパク質を多く含む大豆を主原料とした 100% 植物性のプラントベースフードです。保存料、合成着色料、酸化防止剤等不使用なので、お子様にも安心してお召し上がりいただけます。健康面への配慮だけでなく、有名シェフとのコラボ商品をはじめ、味にも徹底的にこだわっています。また、すべての商品は加圧加熱殺菌されており、製造日より1年間、常温保存が可能で、ローリングストック備蓄にも最適です。エシカルフードさん、ありがとうございます。今回この動画をご覧の皆様に 30% オフクーポンを作っていただきました。公式サイトでのお買い物で使えます。詳しくは概要欄をチェックしてください。また実店舗で見てみたいという方は、ビオラルで取り扱いがあるので、お近くにある方は行ってみてください。私も店舗で見ましたよ。お昼ご飯はそのエシカルフードのシェフとのコラボ商品というちょっと贅沢なソース付きのハンバーグにしたいと思います。付け合わせの野菜を準備していきます。人参を食べやすい大きさにパカパカと割っていき、オリーブオイル、塩、黒胡椒、そして大好きなオレガノを振りまして、ザクザクと混ぜ、オーブンで焼きます。レタスは手でペリペリと食べやすい大きさにちぎっていきます。これのいいところその2は、レンジでこの袋のまま調理ができることです。電子レンジで加熱する場合は封を開けずに底面を十分に広げ立てた状態で温めてください。500ワットで1分30秒。こういうことですね。底面を広げて立つ。広げて立つ。スープストックとわかめにお湯を注ぐだけの簡単なスープを用意します。なんか上が勝手に開いて空気穴になる仕組みみたい。よし、今日はご飯もハンバーグも野菜もワンプレートに盛り付けていきます。ワンプレートにすると洗い物が少なくて本当に楽ですよね。りょう、クリーミートマトとナッティカリーどっちがいい？トマト。よいしょ、トマト。
いただきます。今日はお昼釣り、夜釣るりんです、うん、これ混ぜてね、混ぜてね、はい、もう溶けてると思うけど、立派なわかめスープ、いい匂い、カレーだ、うん、私もカレーだ。撮影をしているときは本当はもっと食レポとかしたいんですけれども、カメラがあると2人ともいつもより無口になってしまって、うんうん、ちょっといろいろお伝えできないんですが、アーモンドが入ってんの、とにかく美味しい、うん、中に、うんうん、なんかほらゴロンってソース、うん、ナッティーカリーだから、ナッティーってナッツの、ナッツのかな、美味しい、シェフの味付けだからね、うん、ボリュームたっぷりでお腹いっぱいになります。今回は一人一つずつ盛り付けましたが、前回は実は半分こしました、うん、でも半分でも全然物足りなくないくらいのボリュームです。菜食ってなんかサラダばっかり食べてるのっていうイメージを完全に覆す商品じゃないかなと思います。おやつを準備しています。我が家のゴミの少ない、そしてプラントベースのおやつとしてもう定番中の定番、焼き芋です。いつもは丸のまま焼くんですけれども、今日はスライスして焼いてみました。ずらずらっと並べてオーブンに入れます。コーヒーはいつも飲む直前に引いていますよ。このコーヒーミルは10年以上前に夫が私にプレゼントしてくれたものです。確か誕生日プレゼントだったかなと思います。コーヒーフィルターは自分で作った繰り返し使う布製のもの、そしてコーヒー豆はフェアトレードの商品を購入しています。こういうふうに自分の暮らしが少しずつ変わっていくと、コーヒーを入れている時も少し優しい気分になれるような気がします。ふかふか系のさつまいもを食べたくて、うん、スライスしてみた、うん、なんか焼き芋で焼き芋について語っています。蒸されてねっとりになるかなと思ってスライスしてみました。ふかふか、うん、はい、私はもう少しホクホク系のさつまいもに頑張ってほしい、復活してほしい。まだ語ってます。最近さつまいもがネコネト系に寄りすぎてる。夜ご飯なんですが、お昼割としっかりめに食べたので夜はつるんとということで、今年最後のそうめんです。3束残っているのでこれ食べてもう今年は買わない。今日はぶっかけスタイルでいこうと思います。いつもボウルの中に水と一緒にそうめん入れてこう少しずつ、取って食べるっていう感じになっているんですけども、そうめんの上に具とあとだしをジャーとかけてしまって出す形にしようと思うんですが、その上にのせるものがあのお決まりのきゅうりの千切りと千切り細切りと油揚げを焼こうかな。トースターでちょっとカリッとさせた油揚げと彩り
要因でまた人参を使おうと思います。お昼は焼いて食べて、あれもすごく美味しかったんですけれども、今度は細くしてこう味を揉み込んだようなの、今晩だけじゃなくてちょっと多めに作っときます。これが我が家のプラントベースの一日の食事プラスおやつでした。いかがでしたか？お昼にエシカルフードのハンバーグがあった分、いつもより少し豪華めだったかもしれません。時々こういう便利な商品も取り入れつつ、プラントベース気楽に4年間続けています。まずは朝食だけでも固定メニューを組んでみるとか、月曜日だけはミートフリーマンデーやってみようとか、そんな感じにじわっと始めていただけたらいいかなと思います。一日の食事最後まで見ていただきありがとうございます。そしてスポンサーのエシカルフードさん、ありがとうございました。エシカルフードの商品興味あるなと思われた方、とってもおすすめです。概要欄にリンクと大事な 30% オフクーポン掲載していますのでご利用ください。それでは今日はこの辺で、またねー。